今から厚生労働委委員員会会を開いいいたたししまますすの異動についてご報告いたします昨日までに高瀬弘美君及び木村芳男君が委員を辞任されその補欠として三浦信弘君及び豊田敏郎君が選任されました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします本案に対する質疑はすでに終局しておりますのでこれより討論に入ります ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。